YouTuber の他の皆さんっていうのは、まあ多分僕が予想するに、広告で儲けたいとか、有名になりたいとか、そういう理由で YouTube をやられていると思うんですが、僕の目的って実は違うんですね。僕は実は、としたいと思っています。あなた、運がいいんだって。はい、こんにちは。占い師ケンケンです。本日も占い師ケンケン TV やっていきたいと思います。本日の動画の内容は、お知らせ的な感じの動画になっています。実は一番最初に YouTube チャンネルを開設した時、その時はね、こんな感じじゃなくて、絵を使ってね、VTuber みたいな絵を使って、ボイスチェンジャー系の動画を上げていたんですが、その動画をね、なんだかんだ約35本ほど上げました。昔の過去動画に置いてあるんで、見てくださった方もいると思うんですが、最近よくその動画を見たユーザーさんからもらうご意見がありまして、ボイスチェンジャーの声が非常に不快だった。内容は良いけど、そのボイスチェンジャーの声が気になって、あまり頭に入ってこないとかね。それと、もう一度動画を撮り直してくれませんかっていう、まあ意見というか、ご要望がかなり多く来てましたんで、コメント欄にもね、書いてくれた人は結構いるんで、見たことある人もね、いるかもしれませんが、その意見をいただいてて、どうしようかなーとね、こちらのね、動画チームで相談した結果、やはりどうせなら作り直した方がいいんじゃないですかって言われたので、今後全部一本一本作り直していこうと思います。せっかくなんで VTube のアニメとボイスチェンジャーからこの僕の今のねこの状態で僕が喋るタイプに変えるのと同時に添削なんかをしてね話をちょっと足したりとか間違ってる部分を修正したりとかして撮り直していこうと思います。なので今後は週に2本は撮り直したものを再アップしていこうと思っています。再アップと言ってもそのまんまじゃ面白くないですし、もう見たわとか言われそうなんで、ちょっと内容を追加したり新しくしたりして撮り直していこうと思います。そちらの方もね見てもらってコメントをもらえれば嬉しいですね。良くなったよとか、やっぱボイスチェンジャーよりこの方がいいなっていう声があれば嬉しいです。基本的にこのチャンネルは普段は皆様のご質問ご相談から成り立っているんで、今後もどんどん質問相談をお待ちしております。コメント欄から書いてくださってもいいですし、質問フォームも特別に用意してますんで、そちらの方からどんどんメッセージをください。公序良俗に反するもの、 YouTube の規約に違反するもの、プライバシー的にアップロードが不可能なもの以外は質問に答えさせていただこうと思っているんで、お気軽に相談してください。またね、 Twitter では軽めの風水、 Instagram では運気がアップするアイテムランキングなんかをやっているんで、そちらの方もフォローしてもらえると嬉しいです。ではね、今日はね、相談動画じゃないんですけども、記念すべき1本目に挙げた自己紹介動画をこの形式で撮り直していこうと思います。ただもう YouTube をね、その VTuber、そしてこの形になってね、結構やってきたので、そのままアップしても面白くないんで、ちょっと変えて僕自身とこのチャンネルについての自己紹介っていうのをやっていこうと思います。よろしくお願いします。最初に僕が何者かっていうの、まあ僕自身の説明ですね、が1項目目。次に、なぜこのチャンネルを始めたのかっていう項目ですね。で、3番目に当チャンネルについての説明。この3本構成でいきたいと思います。もしよろしければね、再アップの動画ですけども、ちょっと内容を変えてるんで、最後まで見ていただけると嬉しいです。またね、コメントももらえると嬉しいです。できれば高評価、チャンネル登録もね、していただけると嬉しいんで。では行きましょう。ではまず僕が何者なのかっていう説明からですね。占い師ケンケンっていうのはこの YouTube 内での名前なんで、占い師名は漢字で綾里賢人と書きます。ここにね、今出ていますからね。綾里賢人と読みます。この名前ね、占い師名っていうのは読みにくいんで、YouTuber 内では占い師ケンケンでやっています。職業はもちろん占い師っていう名前がついているんで、占い師になるんですが、実際ね、あんまり占い師って名乗りたくないんですね。というのも、そもそも占い師と名乗ると、大体ね、詐欺師とか、インチキとか、まあそんな風に一般の人が言われるんですよね。で、失礼な気もしますが、実はそういった人たちの意見、詐欺師とかいうのね、的を得ています。っていうか結構当たっています。だからあんまり文句も言えないんですよね。占い師っていうのは資格も試験も何もいらないんですよね。僕自身はもう20年以上もその占い師をやってるんですけども、占い師をやってきてたくさん僕以外の占い師を見てきましたが、まあ実力のない占い師、適当なことを言っている占い師、詐欺まがいの占い師、がっつり詐欺の占い師、まあこんなのばっかりなんで、本当に詐欺師とかインチが言われても当たり前なんですよね。先ほど話しましたが、誰でも
なれるゆえ金儲けに走っている人間ばっかりなんですよ。霊とかオーラとかオカルトを適当に話して除霊とか言ってインチキで金もらっている、そんなのばっかりです。 99% は間違いなく皆さんの言うような詐欺師です。でも私はちょっとこういったタイプの占い師とは違います。オカルトは一切言いません。綺麗事や夢物語も言いません。わからないことははっきりとわからないと言います。もともとが僕は実は占い師の前にマジシャンをやっていました。なのでそういったオカルトを言わない占い師になったんだと思います。現在ね、僕が占いで使用している方法、鑑定方法っていうのは、相談者の名前の利用が 10%、相談者の生年月日を利用する方法が 10%、それに感想額が 40%、心理学が 40% の割合で鑑定や診断をさせてもらっています。名前や生年月日だけで 100% その人間が分かることなんてありえません。ただ名前や生年月日も少しだけは関係があります。そして名前、生命判断、命名の部分は自分で言うのもなんですが、かなりのプロであると自負しております。というのも私は生命判断あやというサイト、生命判断のサイトをやっています。1ヶ月で利用してくれるユーザーさんというのが現在2020年の9月度のデータでいうと100万人以上利用してくれています。毎日10万件以上も診断されています。それより僕は誰よりも名前のデータを得ることができました。生命判断って聞くとインチキとかオカルトとかいう人もいるんですが、この膨大なデータを日々分析し、統計学としてのデータを進化させていっております。そして生命判断のやり方、命名方法っていうのはこのチャンネルで全て余すところなく僕は皆さんに無料で伝えていくつもりです。なのでもし命名とか生命判断に興味がある人、占いで使いたいと思っている人はこのチャンネルを常にチェックしてもらえればと思います。その他の僕の紹介ですが、占い師っていうのは本来自分自身の素性はあまり話してはいけません。一流の占い師さんは生年月日や家族構成なんかは絶対に秘密にしておきます。まあ今は時代も時代なんで少しだけは喋ってもいいと思いますが、基本的には自分のプライベートは隠しておくものです。それ以外はね、何でもオープンに答えますんで、お気軽にね、質問フォームとかコメント欄からメッセージくださればいいと思います。そして僕は他の占い師とは違うんで、他の占い師が絶対答えないような占い師のタブーとかね、お金の話とか、まあ詐欺の話、占いまがいのこと、まあ、心理学、催眠術、マジック、オカルトあたりはある程度何でも答えたいと思います。その他占い以外のことでも皆さんが疑問に思ったことや何でも大丈夫ですんで、どしどし質問してくれればいいと思います。こんな質問失礼かなとか、占いとは関係ないわとか思ってもらわなくても大丈夫なんで、まあ僕の個人的なことも聞きたかったら聞いてください。無理なものは無理とか答えられないって言いますんで、何でもお気軽にどうぞ。ここまでは僕が何者かについて解説しました。次になぜこのチャンネルを始めたかを説明していきます。まず一つ目に、先ほど話した生命判断あやというサイト内で毎日かなり多くの質問をいただきます。そのね、一部を紹介しますと、どうやった運勢が上がりますかとか、生命判断でこの部分が大凶だったんですけど大丈夫ですかとか、悪いことが続きます、金運が上がるアイテムを教えてください、霊媒師、詐欺師に騙されました、などなど毎日すごい届きます。ありがたいことにサイトに来てくれる人数が多いため、毎日10件以上はね、こういうご相談を送っていただいております。もともとは LINE アットでね、その質問に対する返答コーナーっていうのやっていて、結構好評を得ていて、1万人以上の方にね、登録もしてもらってたんですが、ちょっと LINE アットの仕様変更により LINE アットにね、メッセージを送信するのがなんか有料になってしまったのかな、それでやめてしまいました。それ以降も関係なく質問は来続けていたんで、その質問に答えたいなと思って YouTube のチャンネルを開設した次第です。まだまだ弱小チャンネルですね。登録者も少ないですが、実はね、もう一つチャンネル立ち上げた目的というのがあります。これは再アップ前の動画では一切話してなかったんで、初めて話すと思いますが、ぜひ皆さん聞いてほしいと思うんですが、YouTuber の他の皆さんっていうのは、まあ多分僕が予想するに、広告で儲けたいとか、有名になりたいとか、そういう理由で YouTube をやられていると思うんですが、僕の目的って実は違うんですね。僕は実は悪人の告発をしたいと思っています。知っている人間の中で実は最も悪いと思っている悪人がいます。ただ誰もがその事実に気づいておらず、巷で言ういい人っていうのをかぶって生活しております。
僕はね、悪人ぶっている悪人より正義ずらしている人間ほどよっぽど悪人だと思っています。そしてその悪人を告発したいのです。それにはまずこのチャンネルをある程度大きくして、将来100万人、それが無理でもせめて50万人に行ったら、その悪人と差し違える覚悟で告発動画をアップしようと思っています。そのためにも皆さん、チャンネル登録にぜひご協力ください。命名方法や占いのやり方などを余すところなく全てお伝えしますんで、もし少しでも役に立ったと思ってくださったら、他のお礼なんかは何もいらないんで、チャンネル登録をお願いします。ぜひね、お友達にもお勧めしてほしいと思います。正義ずらして平和にのほほんと生きている真の悪人を僕に告発させてください。ご協力何卒よろしくお願いします。最後にね、当チャンネルについてです。何がしたいのかという部分を説明させてもらいます。先ほど言ったように、まずよく来る質問に回答したいっていうのが一番です。これは間違いありません。そして私の仕事は占い師ですが、20年以上もねやってる間にね、相談者を騙している占い師とか霊媒師を退治する、やっつけるような案件がすごい増えてきました。そういったね、詐欺をしたり相談者を騙そうとする占い師や霊媒師の手口を教えようと思っています。オカルトグッズやアイテムの効果の有無なんかもね、実際に運気が上げられる方法なんかも解説していきたいと思っています。僕がね、退治とか敵討ちするよりも、そういうのを先に知っておいて引っかからない方が一番だと思います。僕がこのチャンネルで教えていきたいと思っているのは、皆さんが実際に実行できることをやりたいと思っています。成功者やね、お金持ちの人たちがやっている行動や考え方などを話します。リアルな実践向き動画です。アバウトな精神論は語りたくないと思っています。僕は昔本を出版したことがあります。お金持ちレッスンという名前の書籍です。この本はどうやったらお金持ちになれるかではなく、実際のお金持ちたちは何をしているか書いた本です。かなりね、ためになるんじゃないかなと自負しているんですが、この本はね、Amazon でも今も売っていると思いますが、このチャンネルで全部包み隠さず話していくので、買ってもらわなくても結構です。先ほどね、綺麗事は言わないって言ったのがこの辺で、この本の帯部分にも書かれているお金持ち相手の占い師とあるんですが、これが実際にね、その通りで、占い師という職業っていうのは、相手を面談、鑑定、診断などをしてお金をいただく職業です。ということは、相手にできる人の人数っていうのは決まってるんですよね。僕であろうが誰であろうが、人間24時間しかないわけで、かつ仕事に当てられる時間は決まっています。今はね、 YouTube やってるんで、さらに鑑定の時間が減っています。自分の収入をそこで上げようとしたら、お客さんの単価を上げるしかないんですね。霊感商法でお客さんからドボッとね、お金を詐欺で抜いている人は別だと思いますが、普通に占い師で飯を食っているとこうなります。僕もね、若い自分はね、女子高生とか普通の若者相手にもやってましたが、どんどん単価を上げているうちに、僕のお客様層っていうのが、まあ有名人とか政治家とか社長さんなどの、いわばお金持ちのおじさんおばさん相手専用の占い師になってしまいました。最初からお金持ち相手しかやりませんっていう占い師やね、本の帯もね、いやらしく見えてしまいますが、あくまで出版社の方がね、まあ、お金持ち専用の占い師で行こうっていうね、まあニックネーム的なことをつけてくれたってことですね。結局何が言いたいんだというと、そういう人たちと多く絡むことで、そのお金持ちたちがどういう行動をとってるのかとかね、考えている思考とか所作持っているものとかね、結構共通するね、ものがあることに気づきました。その共通項や実践できる知恵などを皆さんに共有していきたいと思っています。僕は今までメジャーな占い方法は全て勉強してきましたが、今最も使用しているのはズバリ観相学です。人相学、観相学というのは、顔のパーツや並び状態だけではなく、所作、声、喋り方、服装、髪型、癖、匂い、挙動から、つけている腕時計や履いている靴、よく行く店まで、そういったもの全てが読み取るのが観相学なんです。その観相学を勉強している私に、お金持ち、成功者のそういった言動はかなり研究素材になりました。そしていろいろな発見ができました。よく売っている自己啓発の本とかね、 DVD って考え方やぼやっとしたね、アバウトな言い回しが多く、最後までね、それを見ても、で結局何やったらいいのっていうことが多いと思うんですが、僕は具体的にすぐできることとかね、すぐ買えるものとか、そういった現実的なものをこのチャンネルで紹介していきたいと思っています。
そこら辺も楽しみにしておいてください。まあしかし、こういった成功者たちのやっている行動っていうのはたくさんあって、まあ、A さん B さんってね、正反対のことをやってる人とかもいるんで、それを全部話していきますが、その中で自分に合うものを、できるものをやってくれればいいと思います。こういったね、運気を上げる方法っていうのは、僕は非常に筋トレと似ていると思います。僕ね、筋トレが趣味の一つで、筋トレ友達も多いんですが、人によってね、筋肉がつくトレーニングとか、合う食べ物とか、サプリが違ったりします。僕にはこれが効果あったけど、友達には全くこれが効果がない。その逆もまたしかりです。ですので、僕が今後このチャンネルで話していくお金持ちの言動から、自分に合うのを見つけてできる範囲で、無理せず効果を試してもらえればいいと思っています。他にはね、風水のアイテムとか、運気が良い人物とか、スマホの待ち受け画像のコーナーとかね、占い師の考え方、占いの方法などなど、基本的には皆様の相談で成り立っているチャンネルです。占い以外でも気になっていることは、お気軽にどんどんメッセージください。今日はね、僕の自己紹介とか、なぜこのチャンネルを立ち上げたのか、どういったチャンネルにしていくのか、という話をさせてもらいました。一番最初のね、動画のリメイク、自己紹介をさせていただきました。今後はね、人生相談から占いの話まで何でも構いませんので、質問フォームやコメントなんかお気軽にメッセージをください。よろしかったら高評価、チャンネル登録もお願いします。それでは皆さん一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。